LINE 入力を使用したシンセパートの録音。内蔵リズムマシンを録音するための設定を解除します。録音ボタンを一度押し、録音待機状態にします。カーソルの上下で入力レベルの調整が行えます。カーソルの左右でミックスバランスの調整が行えます。スタンバイ状態からもう一度レックボタンを押して録音開始。アンドゥ、リドゥを活用してベストテイクを選ぶ。やり直し可能な回数1回、10回、無限をあらかじめ選択しておきます。短く一度押すと直前の録音状態に戻ります。長く押すとテイクを選択し、その段階まで戻ることができます。このようにしてベストテイクを選ぶことができます。ベースの録音。ベースはギターインに接続できます。ベースチューナーも内蔵しています。内蔵エフェクトを使用したギター録音。